you wanna write. You need to change your pace. I need to change your fate. I need to break up the cycle.今日はですね、見たら分かると思うんですけども、はい、あ、いいですね、女性がいます、はい、さあ、今日は久しぶりに来ました渋谷サイクロン、どうもどうも最後にライブしたのいつですか、セパラ。いや、ちょっと思い出せないな何年前だろう。私番組初の女性ゲストじゃないですか。あ、そうだ、うん、わ、記念すべき、記念すべき、はい、僕がね、やってるバンドでザ・ナンバーゼロっていうバンドがあるんですけど、はい、そのバンドね、ボーカルのね、インゲル・ゴッサマー、はい、インゲル・ゴッサマーさんです。はい、生っ粋のピュアな純ノルウェー人100% ノルウェー人なんで、ようこそ、ようこそ、はい、ありがとうございます。はい、本名なんだっけ、インゲル・ソフィエ・モエハンス、もう喋れないえ、じゃあさっき言ったゴッサマー、アーティスト名です。アーティスト名、ただのアーティスト名です。それ初めて知った、俺。あ、なんかね、結構ノルウェーの大学の後輩とかみんなそれが本名だと思って。あ、そうなんだ。みんなゴッサマー、ゴッサマー言ってた最初ゴッサマーだと思ったら、なんか聞いたらなんか4年ニャニャニャえぇ、つってインゲルとしか知らなかったゴッサマーつついてんだ。そう、本名はね、全然キャッチじゃないから。本名もう一回言って。インゲル・ソフィエ・モエ・ハンス。分かってますね。ソフィエ・モエ・ハンス、ハンス・フース、ハンス・ハンス・フース、ハンス・フース、ハンス・フースさん。はい、そう、そういうこと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうで、ノルウェーといえばね、サッカーは結構これ強いじゃんか。そうですね、実はね、うん、強豪ですからね。強豪だよね。で、まあ結構有名な選手もいるの で、まあ今日は番外編なんだけど、うん、まあね、せっかくだから、まあ、近くのノルウェー人の友達がいるとか、ノルウェーのサッカーについてちょこっとだけ聞こうかなと思って。これは面白い、面白い、これは面白い。そうで、まずちょっとね、やっぱりノルウェーといえば、ノルウェーといえばですよ。いいですか。いいよ。やっぱり我が愛するマンチェスターユナイテッドの、はいはい、今監督ですけど、はい、スールシャーク、おー、スールシャークね、はい、一番有名なんじゃないですか、ノルウェーの選手の中で。まあ多分ね、うん、実際ちょっと俺それが気になってるんだけど、うん、そのスールシャークのノルウェーの国内での評価、うん、はい、っていうのもな。インゲルもスールシャールは知ってるんだよね。知ってる。私、有名な、全然スポーツ興味ないんだけど、うん、お父さんとかはよくスポーツ見てて、うん、隣でよくその名前とか聞いてるし、ニュースとかでも聞くし、まあ、昔ね、今は多分あんま聞かないんだけど、うん、でも、すごく有名な人でも。やっぱそうなんだね。なんかそれちょっと嬉しくない？いや、嬉しい、嬉しい。だから日本人感覚で言うと、錦織圭とかそういう感じなんだよね、そうね、うん、ノルウェーの人たちからしたら。なんかすげえな。すごいな。え、で、その、まあ、スールシャーの評価っていうのかな、はい、国内では、あいつめちゃめちゃすげえ選手だとか、なんかいろいろ、なんかそういうのあるの？興味ある人は結構すごいと思ってる。あ、やっぱそうだな。だけど、なんか、まあ、さっき、実家会社の友達がいるんだけど、なんか、実家の地元の、え、ちょっと実家が一緒だね。実家が一緒、地元、地元、地元から実家じゃない、実家と同じ。そう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 、え、一緒に住んでるって、もう家族一緒だ。多分違う。え、地元はノルウェーのなんてとこ。ね、これはね、間違えたら友達猫になる。モーゼじゃないかな。モーゼじゃない。モーゼ、ちょっと待って、ちょっと逆で決めてやってみる。クリスティアンさん、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 どの辺なの？なんかノルウェーがこうやってあってさ、なんかオスって。あ、でもモーゼ生まれたな。どっちだろう。あ、クリスティアンさん生まれモーゼにするんだ。モルネ、モーゼ。ああ、はいはいはい、チームあるんですか。聞いたことある。ああ、そう、多分、うん、そう、町の名前のチームがあるから、これは多分そこで始めたんじゃない。え、じゃあその友達からしたら、もう地元のヒーローなわけでしょ。自慢のもんになるって言ってた、その人も。ちなみにスポーツはあんま興味ないんだけど、うん、でも有名人だから、まあ、やそう、ね、そう言われてみれば、スールシャール確かにモーデの監督やってた。ああ、そうか、昔やった。そこから始まったんだ。そう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 、そうだそうだ、今繋がった。やばいね、そういうことね。なるほど、出身地のクラブなんだね。ああ、面白い。え、
で、あれさ、俺らが知ってるのはさ、ボーレ・グンナースールシャールっていう名前なんだけど、で昔スールシャールってなんかあの表記がスールシャールじゃなくてソルスキアってカタカナで書かれてた時もあったね、日本人で。あれは本当はなんていうの、あの人の名前、本名スールシャール、なんでスールシャール、スールシャイ、オーレギュナルスールシャイ、オーレギュナルスールシャイ、スールシャールが一番多分近いんだから。ああ、多分、そうね。ソルスキアはじゃあ何ですか。ソルスキアは、名前の書き方が多分 SKJ だと思う。ノルウェーだとシっていう音になるから、スールシャイ。SKJ がシシ。ノルウェー語も学べてますね。スールシャイ、スールシャイ、スールシャイ。おお、じゃああれ合ってんの、スールシャールだから合ってんの、なんとなく、なんか、行ったら分かった、うんうんうん、あ、なるほどね。そう、面白いね、なんか面白いね。つまりソルスキアは謎ってこと、謎ってこと。いや、なんかさ、イングランドのプレミアリーグとか、うん、なんかそういうところの人とかさ、結構話聞くけどさ、うん、やっぱノルウェーっていうと、なかなか馴染みがそんなにあるわけじゃないじゃん。確かに確かに確かにね。強豪とは知ってるけどみたいなね。そう。なんかこういう話聞くのはちょっと面白い。うん。うん。うわ、面白いと思う。でちなみにあとあの最近ね。あ、ノルウェーで。確かに確かに確かに。あれも番組によって違うっすね。ハーランド、ホーランドって言われてんだけど、あれはなどれが正解なの？多分 HAA でしょ。なんか AA とか言った。多分ホーランド。ほら、実際ね、私の本名も HAA なの、うん、ハンスースだけど、本当はホンスースなの。へぇ、そう、うん、ただ電話とかするときにはさ、名前は何ですかって言ったら、ホンスースで A が2つって言ったら A はどこって言われるから、ハンスースって今は偶然になってるけど、だから多分、ホーラーもそういうことじゃないかな。なるほど。そうだから、ね、ノルウェー語わからない人のために多分簡単にしててハーランっていうんだろうと思うけど、本当の発音多分ホーラン、ホーランですよ。はい、スープシャイ、面白い、ホーラン、はい、ね、多分、なるほどね。面白いですね。次からそう呼びましょう。ちゃんと俺らがね、その二人を言うときはちゃんとね、あれがさ、スープシャイっていう風にやっていこうか。やっていきましょう。え、で、あれは知ってる、あのリバプールにいたリーゼ、リーゼね、ヨナレ、ヨナレリーゼ、ヨナレリーゼ、ヨナレ、うん、なんかようやくでもやっぱ知ってるし、名前は知ってる、あんまり詳しくは知らないけど、言ったら日本でサッカーに興味のない子がカズを知ってるとか、そうね、ホンダを知ってるみたいなノリで、ノルウェーでサッカー興味ない子がスールシャールとかリーゼは知ってるみたいなノリなわけ、まあ、そういうことですよね。やっぱなんかちょっと面白い、すごいですね。そうなんだ。え、ちなみにあのあとさ、あの最近だとウーデゴーとかもいると思うんですけど、ウーデゴーは、うん、ウーデゴーかな、もう一回言って、ウーデゴーじゃないかな、こうなんかこういう、あ、そう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 。ちなみにその彼は16歳でレアル・マドリードっていう、もう世界一のクラブに契約を結んでプロになったっていう超有名な選手で、まあ、今はノルウェーにいないから、うん、今人気の人はノルウェーのテレビとか見ないから、そっか、ちっちゃい時にはもちろんあのお父さんが見てるやつを聞いてて、ソルシャイとかヨナ・レリーズとかはよく見たんですけど、こういうシリーズ面白いですえ、トーレ&レクロン、トーレ&レクロン、名前知ってる、名前知ってるだけってすごいよね、やっぱ有名なんですよ。めっちゃ背でかいもんね。そう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 、あのウィーレ初期の頃よく使ったそうそうそうノルウェー人に男の子みんなでけんからそうだねヘビングで絶対勝てる、そうそうそう、トーレ&レクロン使ってるから間違いない。やっぱそうなんだな、面白い。なんか見てる人ちょっとノルウェーのサッカーいろいろチェックしてもらって調べてください。私は全然知らないけど調べてください。ね、本当はなんか毎回ワールドカップ出れるぐらい強かったりするけど、やっぱなんかね、レベル拮抗してるからね。ヨーロッパやっぱ強いですからね。でもその中でもやっぱノルウェーっていうのはもう言ったらバイキングの
あれじゃん、でもでかくて、うん、俺もね、なんかあの空中戦とか体強いサッカーは結構好きで見てるから、うんね、ライバルはやっぱスウェーデンの、あ、スポーツは大体何でもスウェーデンがライバル。なるほどね、なるほど、なるほど。じゃあもうイブラヒモビッチみたいな。そう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 、あ、そうか、イブラヒモビッチはやっぱそうなんだ。なるほどな、ちょっとそれも面白い。え、じゃあことはあれか、北ヨーロッ、なんだ、北欧が、うん、え、ちょっと面白いですね。だからデンマーク、ノルウェー、スウェーデンみたいなね、フィンランドみたいな、なんかそういう見方もありなんだね。面白いですね。面白い。そうかそうか。ちなみにノルウェーって一番有名なクラブってなんだっけ。一番強いサッカークラブで、オスロとかにあるチームとかなのかな。オスロがだってオスロだったらローズンボリとか。あ、ローゼンボリ、ローゼンボリ、おそうだ、ローゼンボリ強い。ローゼンボリとボーレリンがは知ってるけど、それはなんかすごい。ローゼンボリとボーレリンが、あ、なんだっけ、ボーデリン、あ、あ、あ、なんだっけ、なんかその2つがすごいライバルになって。へぇー、ちょっと調べましょう。あ、そう、これ今調べよう、調べよう。ちなみに私ちっちゃい時に、2週間、な、1ヶ月ぐらいかな、サッカーやってて。マジで。しかもめっちゃ、1ヶ月じゃ短い。あの友達がやってたから私もやりたくて、なんかお母さんって言って入れてもらったけど、もうすごいすぐ飽きてて。いや、はい、もう一回ローゼンボリともう一個言って。ボーレリンが、あ、これだ、ボーレリンが、あ、そう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 、ボーレリンが、そうそうそう、ここがライバルなんだ。ライバルらしいね。へえ、なんかどっちか、みんなはどっちか好きで。日本語で言うとボレレンガフォトバル。ああ、ボレレンガ、そう、なるほどな、面白いね。面白いとローゼンボリ、はい、そしてスールシャルの地元のモールデン、モールデンね。いやいやいや、ちょっとね、急なね、あれで出てもらって、今日は本当にありがとうございます。しかもこれからライブなんですよ。はい。そう、俺も叩くんですよ。まあね、そんな時に今日は本当に、いやいや、ありがとうございます。今日ちょっと貴重な話聞けたと思うので、皆さんもよかったら、はい、ノルウェーのサッカーね、ちょっとチェックしてみてください、ね、ぜひぜひ、うん、はい。で、応援してあげましょう。まあ、てなわけで今日はゲストでね、はい、ザ・ナンバーゼロ、インゲル、なんだっけ、ミソフィアムワンハンズです。ハンズさん、はい、インゲルボスさんも始まるね、来ていただいて、はい、お届けしました。はい、ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまたね。